9条まで調べたらいっぱい出てくるわけです。で、うん？うん？ってなってた。で、聞いた。横浜はバス料金は後払い、先払い。先払いで、あの、なんていうの？一回、全部同じ料金です。うん、前から乗ってピーとかやって座る。で、あとは降りたい時に降りる。沖縄はまず整理券を取って座って降りる時にお支払いをして降りる。どっか行った時もそうだったな。なんかそのバス、あの、何駅何かによって金額違うよみたいな感じだった。うん、幕張後ろからなんだ。そうなんだ。そうなんだね。むずいですよね。乗るときって行き先、乗るときに行き先行って前払いってのもある。え、それ大丈夫そう？乗っててもさ、あ、やっぱ違ったわとかなんないのかな。私たまにありますけどね。沖縄の時もそうだった。なんかこの駅でなんとか駅ってところで降りようとしてたんだけど、周りのベイスターズのあのファンの方々が降りたから、あ、ここかってなって一個前かで降りた。世の中ですね、本当に。そうだね、ライブとかでもね、なんか、あ、ファンの方っぽいなって思う人についてったら大体つけますから。ね、ついてく。でももうみんな、もうみんなそこで降りたから、あ、ここなんだって思って違った。クラブのコンサート、カバンとかで分かる。え、分かる。あのパシフィコで、あのなこさんの卒業コンサートのが夜公演だったんですけど、その夜公演見れなかったから昼公演を見に行ったんですけど、もう電車の中があのなこさんのグッズ身につけてる方いっぱいいた。あ、グッズだって思いながら見てた。有明のお話し会の時それっぽいお宅についてったら別現場だった。面白い。なんかぽいわーみたいな。違った。
この間の対面の時もファンについてったら幕張ついた。さすが、その前の人もさすがだね。あ、キラキラお姉さん見つけたらイコラブかなって思う。そうだよ、支え合いだよ、人と人は支え合って、間違えた。人と幼児は人と人が支え合ってできるんですね。逆か。あ、ロゼミの人についてきます。確かに分かりやすい。迷子っちゃうよね、情報根治だから。何回もさ、その場所に行ったことある方とかもいると思うからさ、それがいいですよね。神戸は白くてふわふわした服着てたら大体コラボ。みんな可愛いもんね、本当に。ねえ、ポップアップね、ポップアップすごい。あのミリが着てるさ、ワンピース可愛かった。大阪行きたい。でも大阪行きますよ、月曜日。ね、イコラブのファンの方、可愛い方多いですよね。わかります、わかりみ、みんな可愛いんだ。そうですよ、ユニバもある。確かに来週も行くけど来月も行きます。その2週間後ぐらいにまた行きます。お邪魔します。今日はカラコンしてないですよ。カラコン、ノーコン、ノーカラコンです。大阪午後1食べたい。本当にね、時間がない。あの帰りもダッシュでいつも帰るから午後1並んでる時間ないんですよね。え、困っちゃう。午後1買いたいな。買っとく。本当に代わりに並んでもらって、あの着いたら受け渡しって感じでいいですか。お菓子焼き食べてない。あの今日のご飯は朝のチョコと、あとはもう現場でしか食べてないです。もう昼も夜も家で食べてないです。もう食べれないと思う。思う。あさってかな。うわ、あさってどうだ、わかんない。あさっては無理だ、あさっては無理だ。しあさってかな、多分。わかんない。でもさ、バレンタインのそのハートのハートのお肉が多分届くんですよ。クール便の不在表が入ってて、
待って、配達時間内に家にいないよ私ってなって、あのまだ先になります。だから冷凍庫開けなきゃ。明石焼きとあと浜松餃子も入ってるんですよね。早く食べなきゃ。若さん初見ありがとうございます。やばい、早く食べます。本当にもう最近冷凍庫開けてない、やばい。アリサからもらった餃子は食べましたよ、はい、とっくにとっくに食べちゃいました。あ、タンは食べましたよ、もう。なんか私その餃子食べた時はもう家にあるもの全部食べちゃいたい時だったから、もうとっくに食べちゃったけど、今は早く食べなきゃっていうものがいっぱい、チョコとかもそうだったけど、そうチョコはもう食べ終わった今日で、ね、イエイ。4月とかになったらまた食べたい病が出てくると思います。